皆さんおはようございます。ベンジ満載です。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。今日は5年生常用漢字の基礎の基もとですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては縦長の字ですね。で、縦長の字はここまでにこの字を書いておくというなんか基準を設けておくと、縦長になりすぎずにいけるので、まあ、ここですね、でしょうか、上からここの長いふっくら右上がりまでが半分を少し超えるぐらいだぞと目安を作ってもらうと、あまり縦長になりすぎずに書けると思います。それでは一画目、直線右上がりですね。いいでしょうか。縦線を入れた時に多少このはみ出る部分がちゃんとあるようにしてくださいね。あまりやりすぎないように。下にふっくら右上がりの長い線があるので、これが横線では一番長い線になります。それよりは短く、でも縦線からはみ出る部分がちゃんとあるというようにしてくださいね。ここ本当に1ミリ2ミリ出てるだけの人がいるので、ここちゃんとある程度出してください。はい、横線、直線右上がりで縦線ですね。左と右とありますが、左を少し低く、右を高くしてくださいね。一度斜めに押さえてまっすぐ、でここも一度グッと押さえて、こちらは控えめ、こちらはしっかり押さえてるぞっていうのが分かるようにしてくださいね。でまっすぐですね。で間隔を揃えて、幅を揃えて右上がりで引いていきます。でここを少し隙間を空けると大人っぽくなりますね。で上に書いた横線よりも長く書いてくださいね。ここふっくら右上がりの長い線で、続いてここくっつけて斜めに押さえてからのの字で、こちらの払いは3:2もしくは1:1ぐらいになりすぎちゃう時もありますか、ここ払いすぎて、はい、まあ、大体3:2ぐらいで途中で角度を平らに変えてください。で途中で角度を平らに変える分、足の高さが右側の方が高いですね。で続いて土、あまり上から離れないように土を描いていきます。直線右上がりで縦線、一度斜めに押さえてまっすぐ、で最後は上よりもしっかり長くふっくら描いてくださいね。右上がりはあまりさせないようにしてください。ふっくらですね。はい、でこの左右、まあ、ここは言いましたが、上の横線よりも長くで、払いはこの横線よりも少しはみ出るぐらいですね。特に右側がはみ出ております。はい、それでは書いていきます。直線右上がり、斜めに押さえてまっすぐ、少し高い位置から斜めに押さえてまっすぐ、で幅を揃えて、幅を揃えて、でふっくら右上がりの長い線、斜めに押さえて払う、3:2、直線右上がりと斜めに押さえてまっすぐ、最後はふっくらですね。はい、もう一度揃えて、腹、腹、あ、曲がった。はい、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。